さっき歌ってもらった、桃子ちゃんにちょっと、はい、すいませんどうぞこちらの方、はい、いやおしとやかでねなんかほら服装もなシックでねどうもありがとうございます、これシックって言うんでしょこういうの違うそうだよね清楚って言うんじゃないあ清楚っていうの桃子ちゃんはあれですかよく食べる人ですかよく食べる人です何が好きですか多分私はあの魚介類が好きなんですねああ魚とか貝とかねそういうものが魚介っていうのはね、うん海のものが、うんはい、じゃあ嫌いなものって言ったら何かありますか嫌いなものはフライですフライあの、うん、フライって言うといい質問だったね、あんこがついてますよね、うん、だから、はい、あのご飯のおかずにあのそういうフライものを食べるとご飯のおかずがパンのような気がしてすごくなんか嫌なんですよあご飯のねパン粉で作ってあるから衣が主食を両主食が2つあるみたいな感じ、じゃあさご飯食べないでさフライだけ食べればいい、ね、そういうわけにはなかなかねそれをもっとそうだって今のもう今のできっとそうじゃないでももっと簡単じゃんそこで、ね、衣を剥いて食えばもっと早いじゃないか中身は食えるそれはもったいないじゃないかあるんだからそうだそれはもったいないよとりあえず歌に行きましょう、うん、どうぞ